まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤幸乃の1番線。毎度ご乗車ありがとうございます。斉藤幸乃です。始まりました1番線。乗り物がテーマでございます。やからもうこの夏はと言いますか、この夏秋は乗り倒してやろうと思ってるんです、鉄道に。もう前々からこの1番線のオープニングではここ行ってきましたよ、よう喋ってますけども、今回も行ってきました。一人旅です。一人で紀新線と津山線に乗ってきました。まあ言うたら大体岡山旅ですね。うん、副題はですね、ひまわりと花火を追いかけて。ね、夏っぽいでしょう。何も決めていかんかったんですけどね、2日間あったんで、いやどこ行こうってなって、ぼーっと18切符持って立ってたら、まあ、目の前に新快速が来まして、大阪駅発ですわ、はい、で姫路方面だったんで、あ行っちゃおう、もう来たから乗っちゃえと思って乗って、まあ、スマの海とか見つつ、さあどこ行こうかなって思ったら、あそういえば夏といえばひまわり、今やったらギリギリ間に合うんちゃうかって言って、ひまわりって結構早いんですね、言うても7月8月頭ぐらいですかね。でもちょっと遅れてやってるひまわり畑もあるみたいっていうのを調べて、紀新線に乗り換えました。紀新線って姫路から新見、岡山の新見まで行ってるんですけども、そこの途中の駅の播磨徳佐駅っていう駅がございましてですね、まあそこからタクシーに乗ってひまわり畑に行ってきました。ひまわり畑って見たことあります？テレビとかではね見たことあるかもしれませんけども、想像してたんです。わあ、目の前一面ひまわり、わあ夏なんて素敵な景色って思ってたんが、暑かったでしょうこの夏。着いたらもうひまわりげんなりしてて、もうその日も暑かったんですよ。35度以上やったと思います。なんかうつむいてるんですよね、みんなひまわりがしょぼーんって、なんか暑くてもうやっていけません、お花やから水も飲まれへんみたいな感じで、なんかもうみんな下向いてて、まあこれもかわいそうな思って来てみて初めて知ったわって思いましたね。でそこまで行ったのはやっぱりね、こう夏を感じなかったのもあるんですけども、当然お客さんも来てまして、カップルさんとかお友達でお揃いの服でね写真撮ってたりとか、よう見たらみんな写真撮ってるんですよね。ひまわり畑の私とか、ひまわり畑のお揃いの可愛い女の子とか、あひまわり畑ってそうやって楽しむとこやったんやっていう、この一人旅ならではのこの寂しさをガツンと味わいましてですね、帰りました駅に。でそっから西尾駅に向かいました。ね、町の名前は西尾ですけども、兵庫県西尾で西尾駅なんですよね、昔の読み方で。西尾から津山まで行ったんですけども、まあここが山をかき分けていくような路線で、駅舎もね味のある佇まいで素敵でしたね。でこう中国山地をこうずっと伝ってく紀新線で津山まで行って、その津山からはですね岡山こう縦断ですね、ズドーンと降りるような津山線に乗りまして、どっちも非電化です。うん、単線非電化で、その津山線に乗り換えたらですね、キハ40のタラコ色、素敵な車両、渋いのが来ましてですね。でその乗り換えの時にコンビニ寄りましたら、駅のコンビニ寄りましたら、瀬戸内限定の駅中でしか売ってないチューハイがあって、瀬戸内レモンって言ったな、それをいただきながらね、いい気分で途中の駅に花火大会がやってるっていう、そこの駅で降りました。その駅が亀の甲駅って言って、亀、もう亀さんの亀に甲羅の甲なんですよ。亀の甲駅っていう駅があって、駅舎が亀なんです。いやほんまに、あの駅舎は駅舎であるんですけども、駅舎からでっかい亀の顔がニョキって出てるんですよ。でニョキって出た目ん玉は時計になってましてですね、ちゃんと役割も果たしてますし、こうよーく引きで見たら、こう引いてみたらですね、甲羅に見えなくもないんですね、姉が。うん、めっちゃ亀の駅舎なんです。はい、でそこにおりまして、なんか駅中食堂もありましたね。でようよう見ると本物の亀もうじゃうじゃいましてですね、それはいいなと思って写真は撮りませんでしたね。わーと思いながら、花火会場まで歩いて10分ほどです。行きました、着きました、花火開始まで2時間ほど、
もうバッチリこれで暗くなるの待とうと思ったら、すごいアウェーやったんですよね。どう見てもどう感じてもこれは地元の方向けの花火大会で、すごく賑わってるんですけど、こう居場所がなくってそわそわしだして、あどうしよう、でも2時間もあるし近くのうどん屋さん行こうと思って、ね、岡山言うたら津山ホルモンうどんが有名ですから、いやここで名物でもいただこうかなと思って、ホルモンうどんって思ったらメニューになかったんです。もうねコテンパンですよね。えないんやと思って、これは観光のメニューなのかなと思って、普通のおうどんをいただきまして、いよいよ花火始まります。どうしようどこで見ようって思って行き着いたんがサンクスの前もうコンビニの前で、そこも似合ってるんですよ、まあ、見える位置なんですかね。もうなんか人もたくさんいるしここで見ようかなって思ったら、ふっと横におばあちゃんが、いやこんなんはみんなで見なあきませんねみたいな感じで来はって、えって私の横に来てくれて、一緒に見ましょうって、初めてその時人と喋ったんですよ。あこう旅の上での会話をね、あ嬉しいと思って、あ一緒に見ていただけますって言って、おばあちゃんと一緒に見て、もう何もそんなたくさん喋るわけでもなく、ただ綺麗ですね、あこれから大きくなってくよ、あほんまや華やかなってきますね、あそういうたわいもない会話できる喜びを感じて、わなんて人と触れ合うって大事なことなんだってね、あのひまわり畑の孤独からの花火の感動をね味わいました。うん、やっぱり一人旅って得るものが大きいですね。さあ番組を始めてまいります。乗り物や旅をテーマにしたほのぼのとした番組、斉藤由紀乃の一番線は AM1422 ラジオ日本と AM765 YBS ラジオ、 AM918 山形放送、 AM1269 四国放送でお送りしています。それでは斉藤由紀乃の一番線スタートです。さあここからは番組に届いたお便りをご紹介していきます。今日はですね、新しいメッセージテーマ、私の周りの斉藤さんに届いたお便りをご紹介します。ちょっと無茶ぶりちゃいます。メッセージテーマの通りなんですけどね、まあ、日本人に多い名字の一つが斉藤、芸能界にもいろんな斉藤さんがいます。俳優の斉藤匠さん、ミュージシャンの斉藤和義さん、お笑い芸人のトレンディエンジェル斉藤司さんなどなど、あなたの周りの斉藤さんエピソード何かないですかって募集させていただきました。ほんま無茶ぶりやと思います。めっちゃピンポイントやし、え大して普通の人やったらどないしようみたいな、送りにくいわってなるね。でもね来たんです、4通も、すごい強者ですよ。もうこの方々今から紹介します、ちゃんと読みます、はい、さあトップバッターは東京都ラジオネーム阿佐ヶ谷駅さんです。ゆきのさんこんばんは。こんばんは。私の周りの斉藤さん2人いました。一人は他局ですが文化放送の斉藤和美アナウンサーです。試合を実況するときは本人曰く実況とりわけ絶叫の熱い実況で、ライオンズが劇的な勝利をすると涙声になってしまうほどです。もう一人は埼玉西武ライオンズの斉藤翔吾選手です。守備固めの出番が多いんですが足も速くて期待の選手です。同じ斉藤さん、斉藤翔吾選手も応援してくださいねと送っていただきました。ありがとうございます。はい、いきなりお二人も来た。どんな人だろうと思ってちょっと調べてみたんですけど、斉藤和美さん、アナウンサーさん、もう本当に泣いちゃうほどの大好きな、野球が大好きな方なんですね。ブログとかあとツイッターもされてて見たんですけど、野球一色、ほんま私が電車乗るの好きって言ってるような感じの、まあ、プロですからね。すごかったです、熱が、愛が。でもこれ気持ちがこう入るのもわからなくもないですね。あのそれこそね、オリンピックの実況、うわーってなんかこう声で、今どないなったんってこう見てなくても、あちょっと目そらした時でも、何の試合って、あの実況今日っていうのは心を動かすものありますね。わこの方本当にこう、わ今むちゃくちゃこう気持ちが高まってるんや、その言葉には、やっぱ言葉のプロですから、より感動も増すというか、
今度聞いてみますわ。ライオンズが勝った時ですね、負けたら飽きませんね。そうですね。で、斉藤翔吾選手、それ調べましたらうちの弟と同い年ですね。素晴らしい選手ですね。弟と比べてしまいます。これはどうもね、弟、ここからは先弟に怒られますので、本当に活躍していただきたいと思います。お次は神奈川県、ラジオネームプリン厚美さんです。斉藤さん、チーム一番線の皆さん、こんばんは。せーの、こんばんは。はい。自分が勤務している会社には斉藤営業課長、斉藤総務課長、斉藤生産課長、斉藤企画部長、斉藤技術主任がおり、そのうちの営業課長、総務課長、技術主任は女性です。あと会議の時、斉藤さんと呼ぶと一斉に斉藤さんが返事をするところが面白いです。でも本当に斉藤さんの名前は多いなと思いますね。送ってくださいました。いや、これだけあれば多いなって思うわ。すごい、プリン厚美さん、そんなにいるの会社に。 1,2,3,4,5人中3人女性。すごい会社。会社の名前斉藤ちゃいます？あ、でも違うか。それでは決まらないか。面白い。でもだって一斉に返事をするところって、これもう絶対分かって呼んでるやん、斉藤さんって。これね、あるんですよね。皆さんもね、苗字あるあるであると思うんですけど、同じクラスでね、呼ばれたら、はいってちょっとね、振り返っちゃいますよね。大概違うんですよね、あれ。自分とはちゃう時にね、聞こえるのね、もどかしいですね。せやからね、やっぱり苗字も大事ですけど、やっぱりその人個人のあだ名ですよ、やっぱり。最後は愛を持った何々さんも大事だけども、なんだろうね、下の名前で呼ぶとか、無理やりあだ名をつけちゃうとか、あの可愛いあだ名ね、そんな飽きません。悪口は飽きませんけども、やっぱりね、あだ名がいい。もう名字いらんのちゃうかな。それはダメか。それはダメですね。でもお名前がね、大事ですね。あかんかん。今でお二人紹介した、あ、もう二人いらっしゃるんです。斉藤いるよって送ってくれた方、つわものさんが。はい、お次は神奈川県、ラジオネーム電車少年さんからです。ゆきのさん、こんにちは。こんにちは。3日前に近所で買い物を済ませ、自宅近くを歩いていると、前から親子連れが。すれ違う時、男の子が突然、斉藤さんだぞとはしゃぎ出して、僕は、あ、これが流行りの斉藤さんゲームかと、小島よしよしのそんなの関係ねえブームを思い出した次第です。もう一点、僕の名前が成高なので、図書館でこう貸出書を提示すると、窓口の方に驚かれた顔をされることが多々。明治大学教授斉藤隆さんと一文字違いで顔も似てるんで、当然ですが僕は斉藤隆さんとは全く関係ありません。ありがとうございます。あら、もしかしてあなた斉藤さん。もう一生懸命斉藤さんエピソードひねくり出してくれた感ありますね。でも斉藤さんゲームってやってる人流行ってるんですよね。私の周りやってる人いない。ポケモン GO ぐらいですわ。斉藤さんゲームやったことあります？皆さんどうでしょうね。女子高生の間に人気で、あれほんまなんですかね。どうなんやろ。はい、4人目です。大阪は、ラジオネームガグビーさんからです。ゆきのさん、こんばんは。こんばんは。僕の周りの斉藤さんは同じクラスにいる斉藤くんです。同じ名字のゆきのさんと同じで、お酒が大好きな彼は常に家にたくさんのお酒をストックしていて、彼の家飲み屋さん並みの品揃えです。日本酒、ワイン、ビール、ウイスキーなど多数揃えていて、いつも手料理と一緒に振る舞ってくれる彼、いつか自分でバーを開きたいようです。すごい子。すごい方ですね。もうお酒も大好きで、お料理もできる。わあ、こんなね、奥さんがいたらいいなって思いますねって。私は女の人だ。斉藤くん豆ですね。わ、どんな人なんだろう。いますね、斉藤さんエピソード。はあ、もし周りに斉藤さんいらっしゃったら、ぜひ教えてください。どんな人かもね、教えてくださいね。さあ、この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。メールの方はゆきの @jorf.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 106-8039、
ラジオ日本斉藤由紀乃の一番線係までお願いします。それではここでリクエストです。東京都ラジオネームどんぐりさんからです。ちょっと前に来たリクエストですね。由紀乃さん、スタッフの皆さん、こんばんは。せーの、こんばんは。はい、まだまだ暑い日々が続きますね。今日のリクエストは、仕事終わりでぼーっと考えていたところ突然浮かんできました、夏トレイン、まさにぴったりではないでしょうか。曲も中西圭三さんなんでノリもいいですよ。ということで、安室奈美恵 with スーパーモンキーズでパラダイストレイン。斉藤由紀乃の一番線。鉄道ニュース1422。このコーナーでは話題の鉄道ニュースをご紹介。私斉藤由紀乃が解説員の方にいろいろと教えていただくコーナーです。まずは天の声さん、今日のニュースをお願いします。JR 九州、電池で走る新型電車週末デビュー。JR 九州は蓄電池を積んで非電化区間も走れる新型電車を10月19日から筑豊線の折尾駅から若松間駅で運行することを発表しました。愛称は電車。ディーゼルエンジンで走る気動車より二酸化炭素の排出が少なく維持費も安いことから、今後他の非電化区間でも導入する予定です。そしてこのニュースを解説していただきますのは、雑誌鉄道ダイヤ情報編集部の星野陽一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。電車じゃなくてチャチャチャですね。いい、チャージのチャですかね。ああ、かかってるんですね、ちゃんと。はいはいはい。一応長い名前もありましてですね、デュアルエナジーチャージトレインっていうことになってまして、かっこいい、まあ、それを縮めて、はい、電車、デュアルの D、はあ、エネルギーの EN、はあはあ、チャージのCHA ということで電車、はあ、電車縮めて電車、電車ですね。縮めへんかったらかっこいいのに。そう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 、縮めへんかったら長い。多分電車の方が先にあったんじゃないですかね。あ、なんかそうなんですね。名前の決め方としてそんなパターンもなんか想像がつく感じがしますけども。で、漢字に直すと、はい、河川式蓄電池電車ということで、はあ、まあ何がデュアル、エネルギーなのかというと、蓄電池、はいはいはい、でも走れる、だから電池ですね。電池で走る、かつ、パンタグラフで電気を取ってその電気でも走れると。その電気を、電力ですね、電源が 2つあるのでデュアルエネルギーということで、まあ、アキュムなんていう東日本でやってる、あの充電して走ったりとか、あとはそうですね、小海線とかである、あの機動車のようなはい、はい、電車のようなみたいなのも、あの、はい、ハイブリッド型っていうのもあるんですけれども、はい、それと、まあ、ちょっとこの電車が新しいのが、で普段は架線から電気を得て普通の電車のように走り、かつですね、自分のお腹の中にあるその電池に電気をついでに貯めとくんですね。走りながら貯めといて、非電化区間になって、なったらパンタグラフを下げて電池で今度は走るという形になります。あ、なるほど。あ、それですっきりしました。なんでどっちも持ってるんだろうって思ったら、はい、その電気通ってないところでも、うん、そうですね、1台で OK っていう、はい、で JR 九州さんとしては、その機動車に代わる次世代の車両としてのその何ですかね、開発を進めてきた結果が今回その運転日が決まりまして、10月19日から運行開始ということで、はい、発表になりまして、実車も一応もう写真報道公開もあったので、見たんですけども、さすがまた九州さんらしい未透過デザインで、あらまあ攻めます ね、やっぱり。で見て分かると、まあ、顔の正面は黒いんですけど、サイドが、白ベースのボディに、ちょっとところどころ差し色で、まあ、ドアのところとかにちょっとコバルトプルっぽいちょっと深めの青の色が配置されているような、鮮やかですね、鮮やかな感じですね。で試乗会が10月1日にあると。そうなんですよ、はあ、で今日このラジオをお聞きの皆様、はいはい、一応ですね、
9月11日の消印有効で、募集しておりますので。なるほど。じゃあラジオ日本の方は間に合いますね。日本の方は間に合うっていう感じですね。でハガキで抽選となるんですけども、この電車って、はい、初めて聞いたような感じじゃないんですよね。いろんなとこでも走ってたりします。その、はい、いろんなタイプがあるんですかね。電池式っていうのはそのハイブリッドかなり。そうですね、電池を使っていたりしても、そのなんか完全に電池だけで走ってるっていうのは、まあ、今までのだったり、ディーゼルエンジン回して充電してとか、ちょっと他のちょっと他のちょっと違う方式なんですよね。電池だけどもちょっと違う、はい、ああいろいろあるってことは、これ本当にひっくるめて言えばキハのめっちゃ新しいやつになるんですかね。その非電格感のっていう形だと、まあ、キハに近いんですけれども、結局電気でモーター回して走りますので、どっちかというとやっぱり電車に属性は近い。あ、これなんかいいことはあるんですか。まずそうですね、ガセンがないとこでも、ガセンがあるとこでも走れるっていうところが一つ。それからまあ仮にですね、こんなことないとは思いますが、何かの拍子に、電力供給が急に止まったとしても、溜まってる電池分は走れますので、まあ、そういうところでも災害にある種強いとも言えるのかもしれないですね。なるほど、トラブルの時にも強いかもしれない、はい、いやこういう列車がどんどん増えてくるかもしれませんね。そうですね。でもう一つちょっと話が変わるんですけれども、はい、お土産を持ってきていただきました。ちょっと異形のステーションっていう名前の本なんですけども、異形のステーション、異形、異形、異なる形で異形、異形のステーション。そうですね、まあ、開いちゃうと変な駅っていう意味ですね、はあ、がいっぱい載ってる本ですか。変な形の駅っていうようなテーマで、はい、書いている、その、まあ、DJ 鉄ブラブックスってシリーズでダイヤ情報の、まあ、兄弟みたいな書籍なんですけども、いろんな、ものが出ますけど、新発売されまして、本当にさっきズバッと言っちゃいましたけど、変な形の駅を、巡ってですね、その中がなんで変なのか、どうしてこうなっちゃったのかみたいな話をちょっと掘り下げるというような、まあ、鉄分濃いめの方というよりはなんか変わり者好きの方にちょっと楽しんでいただけるのかなというところで、確かに変な駅多いなんだこの駅っていうの。そうですね、ちょっと言葉ではなかなか伝えづらいです。ちょっと言い表せない。本見てくださいっていうのが一番なんですけどもいっぱい載ってますけども、星野さん的にはこの駅はっていうのあります。やっぱちょっと思い出ある駅が乗ってるお客さんからすごく面白かったって言ってくださってると、私もちょっと思い出のある駅があって、鯛の浜駅っていうんですけど、四国 の、 ほう、あの海水浴場のとこにある駅で、1年のほんの何日かしか空いてないような駅なんですけれども、はい、これ時刻表時代ですね、これやってない時は時刻表の路線図から消さなきゃいけないですね。あ、臨時駅だから、はい、はあ、なので、いつやってる、夏の、はい、時期ですね。あ、夏の時期、はい、結構長いですか。いや、な、本当に何日間からなんですよ。あ、23日間って、はい、1ヶ月ないぐらいなんですよ、毎年。わわわわわ。でそれもう毎回忘れそうになってヒヤヒヤしたっていう思いででそこでもレアだし、そうそうそう、ちゃんと異形なんですか。形もやっぱりその臨時駅なので、ちょっとなんとなく無理があるんですよね、うん、そのあたりも、見ると面白いですし、やっぱりその目的が決まってる駅なので、もう横断幕とかね、海水浴へようこそみたいな出ちゃったりとかしてて、あ、でも変だわ、うん、今見ましたけど、うん、これパッて見てなんだか変だなっていうのは分かりますね。そうですね。でもこれ選んでるのやっぱりね、さすが駅マニアと言いますか、はい、駅にお詳しい杉崎さんですもんね。はい、この方は本当よく知ってはるわ。でも本当パラーって見るだけでも面白いんで、この異形のステーション、はい、異形のステーションですね。ぜひ本屋さんで、はい、見つけてみてください、はい、お願いします。鉄道ダイヤ情報編集部の星野陽一郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、鉄道ニュース1422でした。
東雪乃の一番線244回目の放送いかがでしたか。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。 E1 グランプリのテーマはこれは食べとけ駅中グルメ。一番線流では鉄道にまつわる575の線流、雪乃の一杯いただきますでは私に紹介したいおすすめのお酒やおつまみ情報、その他のコーナーや曲のリクエスト、私への質問も募集しております。さらにメッセージテーマ私の周りの斉藤さんもお待ちしております。あなたの周りの斉藤さんエピソード教えてください。むしろあなたが斉藤さんでもいいです。はい、メールの方はゆきのアットマーク jorf.co.jp、 ゆきのアットマーク jorf.co.jp。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本斉藤由紀乃の一番線係までお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は斉藤由紀乃でした。